でそれを、まあ、入院医療と考えて使うと、要するに入児期っていうのは非常に手のかかる、周りがサポートしないと本人が混乱してしまっていろんな問題を起こしてしまうっていうふうな状況、まあ、それから幼児期、学童期っていうふうになってだんだんこう自立していくと、自立していく中であんまりこう関わりすぎると、子どもさんはどうですか、皆さん反発してきませんか。まあ、それと同じイメージを持ってある程度のところまで本人が改善してくると、本人に何とかこう促してそれをやっていくようにしていくっていうのがこういった考え方です。で、まあ、発達課題、まあ子どもさんを育てているのと同じような視点で、ある程度のところからは本人が自分でやるっていうことを、この精神医療のその保護室から退院に向かう、あるいは退院して本人が自立して生活するっていうところの中で、まあ、それをこうイメージしつつ関わっていくっていうことがこの表なんですね。そういう視点を、まあ、忘れないでやっていただきたいと思いますね。